火付盗賊改め方の長谷川平蔵がいつものように両国橋のたもとを歩いておりますと、一日の商いが終わったであろう。一人の魚屋が足早に平蔵の脇を通り抜ける。向かいから水商売らしき一人の女、この二人が橋の上ですれ違う。というその時、魚屋の体が前のめりに崩れ落ちる。もし魚屋さん怪我なくて、おかげさまで足は大丈夫なんですかね。見ての通り照明物の鯉が暴れてましたね。おいおめえらどうしたんだよ。大丈夫ですよ、鯉の空騒ぎってぐらいですからね。鯉の空騒ぎ、騒いでいるのはサンマだろう。その火付盗賊改め方の長谷川平蔵がいつものように両国橋のたもとを歩いておりますと、一日の商いが終わったであろう。一人の酒屋が足早に平蔵の脇を通り抜ける。向かいから水商売らしき一人の女、この二人が橋の上ですれ違う。というその時、酒屋の体が前のめりに崩れ落ちる。もし酒屋さん怪我なくて、おかげさまで。そういえばあなたの店で横綱二人が飲み比べをしたって聞いたんだけど、それどうなったの？もちろん負けたは白鵬です。その火付盗賊改め方の長谷川平蔵がいつものように両国橋のたもとを歩いておりますと、一日の商いが終わったであろう。一人の中国の要人が足早に平蔵の脇を通り抜ける。向かいから水商売らしき一人の女、この二人が橋の上ですれ違う。というその時、中国の要人の体が前のめりに崩れ落ちる。もし中国の友人さん怪我なくて、おかげさまと言いたいとこあるが、ちょいと骨が折れてあるよ。骨が折れたって言うとやっぱりペキンと折れるの。チャールチャールコキンと。よくなってまいりました。このネタ難しいんですよ。普段でも2回に1回は客席がシーンとなるという、わーっと笑ってるお客さんの隣で睨んでるお客さんがいるというくらい評価の分かれる芸でございましてね。その火付盗賊改め方の長谷川平蔵がいつものように両国橋のたもとを歩いておりますと、一日の商いが終わったであろう。一人の金魚売りが足早に平蔵の脇を通り抜ける。向かいから水商売らしき一人の女、この二人が橋の上ですれ違う。というその時、金魚売りの体が前の目に崩れ落ちる。もし金魚さん怪我なくて、おかげさまで
ら、このデメキンの隣にいるこの金魚って、これなんて金魚なの？デメキンの隣ですか？デメキン。ああ、これですか。これね、粘菌ってんですよ。これが最近評判が悪くってね、今日だって出てきた時と今とじゃ数が合わねえんですよ。どこ行ったのかなと思うと、これがすごい時々宙に浮くんですよ。まあ仲間の金魚すくいの連中もね、これだけどうしようもねえってんですよ。何しろね、年金だけは救いようがねえんですよ。おしまいです。